元ジャニーズのアイドルデュオ k i キ,キキッズや俳優として活動する堂本剛さんそして「桃色クローバー Z」の赤色を担当するリーダーでチャームポイントのエクボと可愛い,い笑顔を武器に多くのファンを獲得している桃田かな子さんそんなお二人が結婚を発表したという衝撃的なニュースが出ました今回はそんなお二人の経歴や結婚発表の内容について見ていきたいと思います 堂本剛さんは1987年8歳の頃には児童劇団劇団アカデミーに所属し数々の舞台やドラマ CM などに出演を開始しました北島三郎さんとの舞台では親子役で共演したりお笑いコンビダウンタウンがやっていたダウンタウン物語で浜田雅俊さんの幼少期役を務めたこともありましたその後 学業に専念するため小学5年生の時に子役活動をやめた堂本剛さんでしたがわずか1年後の小学6年生の時には姉が送った履歴書がきっかけでジャニーズ事務所入りすることになりました当初から同じ名字という理由で堂本光一さんと共に活動することが多かったそうです事務所入りから2年後の1993年事務所の先輩である SMAP のテレビ番組内で キンキキッズというグループ名が発表され正式に堂本光一さんとのキンキキッズとしての活動が始まりましたキンキキッズとしての活動が増えると仕事のたびに奈良の実家から新幹線で通うという生活をやめ上京して事務所の合宿所で暮らすようになったそうですそして1994年のテレビドラマ「人間失格例えば僕が死んだら」への出演は キ,ンキ,キッズが全国的に知られるきっかけとなりましたドラマとしての主人公は大場守役を演じた赤井秀和さんでしたが近畿キ,キ,キッズの2人はこれが初主演作といわれることもあるほどの主要キャラクターを演じ俳優としても本格的に活動をスタートさせることとなりました1997年にはシングル「少子の少年」アルバム「a l b u m の同時発売で近畿キ,キッズとして CD デビューを果たし 共にオリコン初登場一位を獲得しミリオンセラーを達成するという記録的な CD デビューとなりました堂本剛さん個人としても1995年からテレビドラマ近代地少年の事件簿で主役の近代地はじめ役を演じ人気を博しますひょ,うひょうとしていながら決めるときはとことんかっこいい近代地はじめ役は堂本剛さんにとってまさにはまり役となり 2期にわたって平均視聴率20%を超える大ヒット作となりました2002年23歳の時には主演ドラマ「夢のカリフォルニアの主題歌「街が反響を呼び両 A 面シングル「町」「溺愛ロジック」でソロデビューも果たしました全曲堂本剛さん本人が作詞作曲を担当しており事務所としても所属タレントが自作曲でデビューするのは初めてのことだったのだそうです かねてより音楽をやりたいと考えていたという堂本剛さんは、異端、扱いされることがありながらも、自身の意思を貫く形でソロ活動をスタートさせました。2005年には、国分太一さんと W 主演を務めた映画、ファンタスティポンの主題歌、ファンタスティポを作品内の役名、トラジハイジとしてリリースしました。グループの垣根を越えた新ユニットは話題を呼び、 2人の普段とは違ったダンス姿も注目を集めました近畿キ,キ,キッズとしても精力的に活動を続け2001年からは冠番組堂本兄弟の放送がスタートしました後に新堂本兄弟に番組名を変更し2014年に放送が終了するまで約13年間にわたって多くのファンに愛された番組となりました2007年には近畿キ,キ,キッズがデビュー10周年を迎え デビューーー10周年イベント、キ,ンキ,キッズ GTH アニバーサリ in 東京を開催しました。そしてこの年デビュー以来シングル25作連続初登場行きというギネス記録を更新していたキンキキッズの2人はコンサート前日には同じく東京ドームで表彰式も行われていました2016年にはデビュー20年目を目前にして NHK 紅白歌合戦へ初出場を果たしました 大みそかは毎年コンサートに出演していたこともあり、1999年に企画枠で出演したことはあったものの、歌手としての正式な出場はこの年が初でした。この時、デビュー曲である「少子の少年」を披露し、会場とテレビの前の視聴者を沸かせました。近畿キ,キッズとしても、個人としても順調に活動を続けていた堂本剛さんですが、2017年6月、突発性難聴と診断されます。 1>, 1週間ほどの入院の後、早期の活動再開を目指しましたが7月に開催されたデビュー20周年イベント KinKiKids キキキパート Y、ありがとう20年」への会場での出演はかなわず生中継での映像出演となりましたその後もいくつかのテレビ出演やライブへの出演を見送ることはありましたが10月に開催された音楽フェステレビ朝日ドリームフェスティバル2017で音楽活動を再開し 約5ヶ月ぶりとなる近畿キ,キ,キッズ2人揃ってのステージとなりました突発性難聴はまだ完治してはいないみたいようですが今も後遺症と戦いながら以前とは違うやり方で音楽と向き合っているそうです対する桃田加奈子さんは桃色クローバー Z のリーダーで赤色を担当カラーとして長年音楽活動を行っていますその一方で彼女は桃黒というアーティストというイメージが強いですが 2018年には NHK のドラマ「プラスティック・スマイル」の主演を務めるなど女優としての顔も持ち合わせています桃田加奈子さんはこれまで多くのドラマや映画などに出演しておりどの現場の監督からも非常に高い評価を得ています特に感情の乗せ方がうまく一瞬一瞬の感情を自然体で表現できているのがすごいと評されているので監督からも認められるその演技力の高さは まさに本物と言われていますますた彼女と同じメンバーである玉石織さんの2人はももクロ結成する直前に事務所との契約が切れそうになっていたらしくそんなギリギリのタイミングで今のメンバーが集められてももクロが結成されたそうです桃田加奈子さんはとにかく笑顔が可愛くて笑った時にできるえくぼがさらに可愛さに拍車をかけていますその天真爛漫な笑顔は ファンだけでなく現場のスタッフや共演者もハッピーな気持ちにして現場を常に明るくしてくれるそうですまた「ももクロン」のパフォーマンスにて身体能力の高さとクオリティの高いダンスも披露していますがそれ以上に人を魅了する歌唱力を持っています抜群のパフォーマンス力とルックスを持ちさらに自然と人を引きつける才能を持つ桃田佳菜子は天性のアイドル気質であるように感じます そんなお二人が連名でこの度堂本剛と桃田かな子は結婚いたしましたことをご報告させていただきます世界の平和を願い自分たちの今に感謝を込めて一日一日を大切に生きていきたいと思います皆様のお心が少しでも平安に向かいますよう心よりお祈り申し上げますと発表しましたこれまで全く噂すら出ていなかったトップアイドル同士のゴールインに SNS 上では、ええ いつの間に「待て待て待て情報量が多すぎてついていけん」。びっくりして声が出た「剛は夏最古のえくぼに落ちたんだね」「マジか」という声が寄せられました。今後も末永くお幸せになってほしいですね。